さあ始まりました。今週もクラブのお気に入りの人の時間です。久しぶりのオープニングソング。あ、かわいいですね。あ、これ手を回して遊んでる。君は何も気づかずマイナスに凍る愛。無口な君に無口な愛で無口な不快感を無口な愛で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 無久しぶりじゃないですか。オープニングソングやるのも。どれ行った？18人目の君、僕に気づいていない。優しさに裏付けた凍りついたこの愛を静かな君に静かな愛で静かな快感殺し静かな奥に静かな愛で静かな帰れない帰れずに嫌な無口な愛静かに静かに絡め合う。いや声出ないね。鼻水垂れてくるし。というわけで、はい、今日も1時間お付き合いお願いします。どうぞ。始まりました。ニコナイト1時間よろしくお願いします。乾杯しますか。乾杯しましょう。はい、乾杯。乾杯。11月最終日28日ですね。うん。締め日なので全員スーツということで。うん。久々じゃない。久々ですね。全員がそうなるっていうのは。ユミさん可愛いですね。そのニット初めて見ます。結構着てるよね。はい。去年着てました。そうだよね。そうだっけ、覚えてなかったな。着てるよ。うん、黄色いこれ。僕いや黄色はね僕好きですからね、うん。すぐ目につく。今月はどうですか。今月はどうですかっていうか、どうですか。今月あんま良くないです、うん、先月はあんま良かった。先月もあんま良くないです。今月はというか今月もとなってしまってるんですよ、うん、今年は今年で言ったらまあ、うん、今年のピークはいつだったの。今年のピークは夏じゃないですか、ね、あ夏は良かったんだ。夏、秋、まあ、ピーク秋、今は秋でしょ。秋、もう冬ですよ。もう冬か。暦の上では、うん、12月生まれは今日人を楽しませると吉なんだって。銀さんはいつも楽しませてますけどね。今日というかねえ、気合い入れた。銀さんは12月20日ですからね、うん、いよいよもう1ヶ月切ってますよ、うん、ね、はい、もう30カウントダウンだよ、はい、最後の20代1ヶ月やり残したことはありますか。なんかやりたいことみたいな。20代最後って結構すごいですよね。特にないよね、うん。さんが26歳ですよね。水うま。水はうまいっすね、やっぱ。新一がでも二日酔いって珍しいね。はい。目むくんでるかな。全然わかんないっすけどね。うん。俺も今日目むくんでるかな。開いてないね。髪伸びたね。
で、銀さんは髪切って、はい、ちょっとね、分け目も。うん。銀さん、誰意識してるんですか？飲みぬ。新さん、飲みぬ知ってます？分かんない。知らないんだよ、飲みぬ、やっぱみんな。あの、インスタの写真もそっくりだったっすからね。でしょ？あの、笑い方まで寄せてる。顔、めっちゃおもろくて。もうちょっと笑っちゃったんすよね。何が面白い？なんか、なんでこの表情してんのかなと思って。いや、あの表情あるのよ。飲みぬがよくする表情なんすか？いや、そうなのよ、うん、知ってるっていう人いる。なんか変顔してんのかなって最初思ったんすよ。いや、違うからね。インスタ見てくれた人いますかね？この表情よくやるのよ、ほら。はい。ああ。この表情をよくやって、はい、これ撮ったのよ。はいはいはい。そう。あ、でも銀さんらしくない表情したらもうさつきがすごい笑ってくるからね。さつきはこれ見て大爆笑してたの？ちょっと笑ってしまったっすね。ノミネのドラマ見たい。俳優さんなんですか？うん、幅広くやってるみたいだね、うん、音楽とか。うん、銀さんは目かわいい、うん、チャームポイントですか？髪色変わったの画面からは分からない。髪でもすぐ落ちちゃったな、はい、ピンク系はやっぱピンク系入れること多いですよね。うん、バックに映そう。伸びるよ。4人で比べてみる。銀さんとピンクは見えないな。さつきもね、ずっと黒だもんね、はい、もうこれはもう完全な地毛ですから。今日カメラ、確かになんかいつもよりなんかさっき調整ちょっとしてましたけどね。あ、そうなんだ、はい、こんなもんなんじゃないですか。あんまりでも見えちゃってる。バッチリですか？あ、これバッチリです。あ、このサイズ感ぐらいかな。そう、このぐらいか。これいつもより近いです。近い。はい。すごい。いや、そういうことじゃなかったんです。あ、これぐらいですね。迫力出すぎちゃうんだね。あんまり、あんま寄られすぎても、はい、今日は画面調子いいのかな、見てくれてる人たちは。止まったりとか。雨降ってないですからね、うん、調子いいんじゃないですか。あの、待合室にあのアベマフレッシュで放送してるんですよね、あのバックヤード。アベマフレッシュの方なんだ。アベマフレッシュで放送してるらしくて、で、バックヤード、その放送前とか放送中もそのずっと流してるらしいんですけど、チャットでやり取りできるらしいんで、僕は銀さんいない間にちょっと映ったんですよ、しばらく、うんうんうん、で、そのカメラに向かって髪を直すっていうのを僕ずっとやってて、うん、誰かクラブナオキのリスナーの方が、うん、そこでももしかしたら映るんじゃないかとチェックしてくれてるかなと思って、うん、やつずっとやってたんですけど、誰もいませんでしたね。本当に誰もいなかったです。でその存在を知ってるのがいないんじゃないかな。ああ、さっちゃん、ネクタイの締め方変。ネクタイの締め方、あ、ちょっとここを今開けてるんで。太った？太ってないですよ。全然太ったと思うんだよな、多分、うん、首っすか、うん、むしろ僕結構今痩せてると思うんですよね。ハワイ帰ってきてちょっと痩せてると思うんですよ。体重乗ってないですか？ボリューム感はでも変わらないよね。ボリューム感はやっぱ変わらないっすね、うん、はい、まあ、でもやっぱ本物の方がかっこいい説出てますからね。あ、つい最近もね、つい最近もニコナイトを見ていらっしゃって、うん、いたね。はい、ちょ、俺鼻かみたい、やばい。ニコ生とあとインスタグラムと、はい、インスタグラムやっぱすごいね。はい、インスタの印象とまたニコナイトでだいぶ変わるんですかね。うん、インスタはやっぱ動かないですからね。インスタ効果もう絶大ですよね。絶大じゃない、はい、ついこの間もね、直樹さんの、はい、直樹さんが SNS 講習、 SNS 講習言われたんですよ僕。で、直樹さんがまあいろいろインスタグラムのことだったり、まあそういうことをセミナーで教えてくれたんですけど、
で、おすすめのフィルターみたいなあったじゃないですか、うん、それ、まあ、前からの奥さんそれ使ってらっしゃってそれ知ってたんですけど、久しぶりに使ってみようと思って、うん、で、ポーズもちょっと直樹さんに真似したんですよ、うん、で、そしたら女の子からちょっと直樹さんに似てるねって来たんですよ、その写メがマジで似てると思ったって来て、ちょっと効果あったんじゃないかなと思ってで、いいねも結構多かったんですよ、それ、はい。大阪から旦那様の友達と銀さんに会いに行くよって、すごい嬉しいですね。バルバル大阪から嬉しいですね。旦那の友達たちとってことは男性の方ですよね、はい、あと何かあったな。お店行きたいけど娘いるから行けない。これは多分銀さんかな。銀さん結構子供から人気ですからね。子供人気もあるってすごい子供人気いいですね。いいね、うん、子供好きだからね俺、うん、まあ、新一も結構子供好きだもんね。はい、あ、好きです好きです好きです。子供とそれなんか赤ちゃんは嫌いだもんね。子供と赤ちゃんじゃないです。だって赤ちゃんはまあ好きです。ハワイの行きの飛行機の時にサツキの近くに赤ちゃん泣いてたんですよ、うんうん、じゃ泣いててサツキ怒ってましたからね。いやちょっとまあそれはちょっと語弊がありますけどね、まあ、ちょっと静かにしてほしいなと思いましたやっぱ飛行機長いですから。元気な証拠だからね、まあ、元気なのはもう分かりますよ、うん、まあでも本当帰りもね許せない、ずっと泣いてましたよ行きも帰りも僕座席が一人だったんでそうだね、はい。あれもう流せるんじゃない？何のハワイの。ああハワイの流せます。動画はい。あれ多分俺丸見えじゃない？何個か見たけどほぼ新一やったね。そうです、だって銀さんと乗ってたの僕なんで、はい、あれ流しますか？ちょっと恥ずかしいけどねすげえタンクみたいなやつですよね。これ一旦送りますね。小4の娘が二十歳になったら会いに来てくれる。小4って何歳？小46、10歳。10歳ぐらいですかね。現役無理だね10歳だから10年後。10年後はちょっとね、40歳。もうハゲ散らかしてそうだよね、40歳とかまだ早くないですか？まだハゲないんかな。これ動画って流せます？グループ LINE に送ったら。あ、大丈夫ですよね。はい、大画面では流さないでほしいですね。ちっちゃく なんでなんすか。大画面の迫力あっていいんじゃないですか、うん、ほぼ俺でしょいや、そんなことないですよ。俺もそんな確認しないから。俺もなんか一番撮れたかったやつ。うるさいななんで怒ってんですか。なんか泳げるところはね、なかったな、プール。泳いでる暇もなかったですからね、うん、時間が1時間ぐらいしかなかったからね、うん、ちょっとテロップ的な感じで。テロップ？ちっちゃい画面で今送信中です。ようやく。はい、ようやく。アビマのコメント送りました。これ見れないんだ、この下のやつは。よっ、最新のコメント表示できない。なってない。あ、スタッフさんが来た。ちっちゃい。さっちゃんパパになれないね。さっちゃんパパにはなれますよ自分の子供は多分また別なんですよめちゃくちゃうるさかったらめっちゃ笑うすけどねクソ泣くみたいな。すごい
れやばいよ。これ一番楽しかった。はい、行きますよ。行きますね。行きますよ。怖い。待って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 。片手やばい、片手やばい。片手やばい。片手やばい。これあの、なんか、これ落ちちゃった。落ちろ。伝わったんじゃないですか。あれでも乗ってみないとわかんないよね。あの銀さんがさ外から撮ったやつ。あれですか。あれあんま迫力ないです。でも今のよりも分かりやすいんじゃない、うん。客観的に見てる感じだから。銀さんも必死だったですよね。いや片手で撮りながらね捕まるじゃん。だから怪我してたのか。あの斜めのやつじゃなくてですか。いや斜めのやつはもうカメラを持つ勇気がなかったよ、ね。あれ無理っすよね。さっぱり分かんない。さっちゃんパパになれないねって。さっちゃんパパになれますよ。やっぱねあの体幹がしっかりしないとね。銀さんほどの体幹がしっかりしないと取れないね片手で。片手、そうっすね。肘ぶつけてましたからね、あの銀さんでさえ。肘、青いやで。肘、青いさん、あ、でっち出てたんすね。すらけになってたからね。青いはなんでだ。はしゃぎすぎだ。あの、防水のあのシートみたいな、あれすごかったっすね。これやっぱいいね。あれ、めっちゃいいなと思って。うん、激しかったっすね。やっぱ日本のよりやっぱ怖いものが多かったっすよね、うん、あれ本当に全然よく落ちなかったなって思う。としまえんでもう大満喫してた僕らが、うん、やっぱとしまえん超えたよね余裕で。超えましたね、うん、たった1時間で。怖かったです。日本のはやっぱ本当安全だなって思いました、うん、今日のファッションチェックってスーツだもんねみんな。まあギンザーのポイントは黄色ですよね。黄色、うん、僕は別に普通ですからね。さつきはあの靴下で外してるもんね。そうっす、靴下も可愛いです。ハートの靴下。ちょっとヒデみたいだよ。イエローハート。ヒデイエローハートっすよね、可愛、うん、いい。ナオキング呼んでよ。最近インスタ更新率がいいね。いざあのファッションインスタやってますよね、ま、最近あのコーディネートハワイやっぱね、はい、毎日やろう思ってたけど一回やるとやっぱ継続してやるよね。しんさんはもうハワイだけなんですか。しんさんもじゃあ継続してるんですかね。俺ね、はい、ハワイから写真増えてないと思う。帰ってきて。ハワイはもう毎日更新しますみたいな言ってたじゃないですか。うん、更新しましょうか。ストーリーとかやってほしいですけどね。うん、ああ、ストーリーね。やろうと思ったけど。あと、ブログも書いてほしいけどね。はい。今年まだブログ上であったかくして寝ろよ。まだ行ってないですよね。うん、もう12月だよ、うん、1年の終わりですよ、うん、銀さんお化け屋敷入れる。入れるのか、入ったことないかもしれないね。ちゃんとした何お化け屋敷。はいはい、はい、お化け屋敷僕はもうちっちゃい頃からずっと無理ですね。あの富士急だっけ、はい、富士急がやっぱすごいみたいな。僕最後そこですね、高校生の時。富士急に行ったこと多分ないんだよね、ちゃんと。富士急の近くで訓練したことあるけどさ、はい、はいはい
御殿場とか静岡県ですね。山梨そう静岡間ぐらい。富士急のは怖かったですよ。あ、行ったことあるんだ。僕あります。戦列免許入りましたよ。え、最後までゴールできたの？あ、できます。それは全然できるんですけど、うん、全然できるし、あとめっちゃなんか1時間ぐらいかかるって言ってるんですけど、うん、全然その1時間もかからないんですけど、うん、でもやっぱ怖かったですね。何分ぐらいかかるの？最初まず20分くらいですか？ムービーかなんか見るんですよ。あ、その時間を含めて多分それだよね。気持ちを高めるみたいな、うん、はいはい、設定を刷り込まれるんですよ。うん、でその気持ちで入るんだ。その気持ちで。そしたらそれに近いものがいっぱい出てくるんだ。いっぱい出る。ああ、やっぱり。だから行ったじゃんってな。なるほどね。だから行ったじゃんってなる。いや、そこ一人ではまあ無理だな。絶対。一人できる？一人きついっすね。いけないよね。いや、嫌ですね。クリスマス放送？あ、どうなんすかね。あ、26は月曜日。あ、本当ですか。クリスマス明け26日が終わっ、そしたらもうクリスマス放送っていうか、もう年末放送になっちゃうからね。年末放送ですね、うん、19なんすかね、そしたら19かな。クリスマス明けですもんね。うん、26がだって今年最後のニコナイトじゃない、はい、多分そうなるですね。で19日、という間だね。26も忘年会大スペシャルですね。26はそうだね。忘年会大スペシャル。忘年会、仕事前に忘年会する。19日は俺ハッピーバースデー放送。ハッピーバースデー放送。でも19日本当はあのおばあちゃんの誕生日なんだけどね。あ、1日違いなんですね。銀さんのおばあちゃんバースデー放送っすね。アイさん、でも19じゃないですか。銀さんバースデー放送クリスマス、クリスマス放送、プレゼント送るなら19ってことですか。ああ、もう催促してるんだよ。催促してるよ。銀さん持って帰れないんじゃないかな、クリスマスも誕生日もあって。鍋しながら放送。あ、鍋放送いいね。鍋放送いいっすね。前なんかやってなかった、なんかの企画。小生さんじゃないですか、レッドアイ。でも僕ら1時間もうさせてもらってるんで十分食べれますよね、うん、なんならここで酔っ払うよね。またなんかやってたじゃん、はい、あの休み休日放送だけ、休日放送で主語を決定する。主語を決定する。まあ、どっちが勝ったかは結局分からず。あら、新一ですね、勝ったの。いやー、いい勝負。しつこいわ、しつこいわ。あ、はるかの鍋持ってきます。それもそれでいいけど、そしたらあの宣伝効果にもなるんじゃないですか、うん、じゃあ新一さんお願いしますね。そんな例えばですよ、うん、じゃあ逆に僕らではるかに負けない鍋を作るか。締めまで食べたらもう眠たくなっちゃうっすよね。なるな。営業始まって一番このまだ酔っ払わってない時間じゃん、8時9時って、はいはい、ベロベロだよね。ベロベロっすよ、うん、ベロベロでしょね、帰ってきて。金さん日本酒飲むだろうし、うん、日本酒とワインに合う餃子みたいな今日テレビでやってる。今すごい女性をターゲットにした餃子屋さんが今すごい出てて、もうだからニラとかも入ってないし、あ、もうあの匂いも気にならない感じで、うん、いいな。日本酒ワイン餃子屋さん行きたいな。いいですね、うん、餃子と日本酒も餃子とワインもなんかあんま飲んだことないんで、うん、組み合わせたことないんで。ご飯とちょっとワインは苦手かな俺。すぐやばいと思う。すぐやばくなろうよ。で、何飲んでもやばくなるんですから、もう。もう俺はね、餃子放送。餃子もいいな。餃子ってでも、結構時間かかるよね、手作りで作るって言ったら。そのプレートではできないのかな。いや、できるんじゃないですか。できるかな。あ、蒸し餃子多分できるんじゃないですか。蒸し。できねえか。
キッチンペーパーとか。餃子はむずそうっすね。たこ焼きぐらい。たこ焼きだったらすぐできるんじゃない。たこ焼きはすぐできるでしょうね。熱い熱いになりそうだね。餃子鍋もいいね。餃子鍋いいっすね。あ、いいね、餃子鍋。そういう鍋放送じゃ来月の、はい、大忘年会スペシャル。大忘年会スペシャル。あの、僕とか銀さんだとおせちとか年末食べます？食べてないな。食べてないですか？何年も食べてないな。あ、ちっちゃい頃とか、うん、おせち、そう、年明けじゃないんだよね、食べてたのは。カニ送るよ。お、あら、あ、カニでしたっけ、なんか送っていただいて、それでレッドアイの時やったね。レッドアイでやってたね。うん、おせちで思い出したんですけど、うん、今年僕初めて人生で数の子を食べれるようになったんですよ、うんうん、今までずっとなんか苦くて、あと食感もちょっと苦手で全然好きじゃなかったんですけど、今年ようやく美味しさが分かるようになって、うん、本当美味しいなって食べれるようになったんですけど、痛風になって結局食べれなくなるっていう。一番やばいんですよ。一番やばいと思いますね。あ、そうなんだ。でまた逆戻りしちゃったんですよね。数の子美味しいんですよね。食わず嫌いだな。ねぶた漬けに入ってる数の子好き。ああ、いいね。美味しいんですよね。いいね。ダイヤ漬けっていうの食べてたんですね。ああ、いいね。オンリーね。オンリーの、もう爆発するでしょうね、うん。プレゼントはちゃんと直樹さんにいつも渡してますよ。うん。カニと美味しいポン酢とお肉を。ああ、いいね。ポン酢なんか直樹さんもこだわりあったな。あの、アサヒポン酢ですよね、うん、あのこういう瓶、高級スーパーとかに売ってる。確かにカニ鍋無言になるね。食べるのに必死になるもんね。カニ、確かにカニ喋れないね。うん、あんま手汚れないやつ、つくねとか、うん、だと食べやすいやつの方がいいのかもしれないですね。数の子、毎年大量に作るからさっちゃん送るね。数の子って作れるものなんですか？つけるんですか？もう味付け…つけるんじゃない？じゃないの。餃子鍋ね。餃子鍋はいいですね。数の子食べたくなった。その日食べ物だらけだったらめっちゃおもろいですね。1時間で間に合わないかもしれないね。もう延長放送したくなりますね。最悪残ってしまったら、チーフに美味しく料理してもらったら、か、あのバックヤードで、うん、無言になるけど。数の子いいな。数の子いいですね。で、はるかは出前やってんだ。いや、やってないでしょ。やってないよね。鍋を出前って聞いたことないですもんね。え、ある、結構あるんですね、うん、カセットコンロとかも持ってきてくれる。絆さん届けてくれるんかな。いや、新一が取りに行くことになるだろうな。取り来てやって言われるっすね。バレンタインデーの時に数の子もらった話を聞きたい。さっちゃんですね。そうなの、うん、いや、僕もらってないっすね。これはさっちゃん。誰かコメントでいたんじゃないですか、バレンタインの時数の子もらったことあるみたいな。チョコレートに数の子入ってるってこと？気持ち悪いですね。クッキーに数の子入ってるってこと？絶対嫌っすけどね。宛先読めない。プレゼントはこちらまで。歌舞伎町 1-3-7 金島第一タワービル2階って書いてあります。なんか書いてある。これがなんか荒いんでしょうかね、うん、ああ、画面が多分スマホとかで見てる。カズチョコね。カズチョコきついな。おっと、左の人かっこいい。サツキ？どっちから見て左なんすかね。もうでも新一ではない。僕ではないです。二択ですよ。青いスーツの方かな。黄色い方。数の子をチョココーティングして送っていいっ
チョココーティング、それじゃあさつき食べよう。いやチョコは、うん、ちょっとね数の子ワインと食べてほしい。ワインと合うんですかね。日本酒っぽいけどな、うん、さあというわけでここで一旦 CM いきますか。はい、はい、それでは CM です、どうぞ。なりますよ、いつかは。まあ、夢ですけどね。銀ちゃん、髪伸びたね。髪切った？髪は切ったんだけど、前髪は伸ばしてるね、ずっと。そうですね。うん。なるせさん。あ、CM。なるせって言ったっけって思った。本名でもないしね。思っちゃった。左の人、かっこいいって言ってたの、さつきじゃなくて、多分金さんでしたね。こっちから見て左の人だよ。かっこいい青スーツの人。おありがとうございます。あら。すごい。嬉しい。ありがとうございます。ウィンテージあげて。もう一回もう一回もう一回。下の右で下手なんですよね、僕。右が下手なんですよ。みんなのノーセット見てみたい。ノーセットでも結構インスタグラムとかで載ってるんじゃない？うん、たまにありますよね、オフの、はい、オフのインスタみたいな。ハワイの間はずっと、うん、でもなんかハワイの間でもしっかり髪の毛セットしたりさ、眉毛描いたり、眉毛描いたり。いや、そりゃそうでしょう。そういう人もいましたね。すごいな、思ったもんね、美意識が。なんか濡れるのとか気にしないんですかね。うん、はじけれないよね、そんなんでね。え、めっちゃはじいてましたよ、うん、なんかやっぱ美意識高いな、思ったもんね。やっぱ常にね、誰に見られてるかわかんない。うん、やっぱ芸能人的なところありますからね。あるよね、うん。恋ダンスって知ってますか、ゲイさん。恋ダンス、恋恋愛の恋。あ、全然わかんない。恋ダンスって、シンさんわかんないですか。知らない。逃げるは恥だが役に立つって、なんかドラマが今めっちゃ流行ってるらしくて、うん、ガッキーが出てるらしいんですけど、うん、それの人たちがなんか踊るんですって、最後に。星野源のエンディングテーマ、うん、に乗せてなんかをダンスするらしいんですけど、うん、それが今めっちゃ流行ってるらしくて、今日 LINE ニュースに載ってたんですけど、うん、羽生結弦くんが踊ってみました。え、あの時じゃないの、なんか待ってる間に踊ってたみたいな。ああ、みたいな、そんな手のこの手のこういうのとか あったっすね。なんか、うん、恋ダンス、恋ダンス流行りそうだね、インスタで。うん、みんなが結構もう今やってるんじゃないですか、ね、YouTube とかが多分多いと思うんですから、うん、あげようよインスタに。
いやー、僕そういうのもやりたくないなと思ったんですけど、なんかその、なんかもう流行りすぎちゃうんで、なんていうんですかね、みんなすぐ真似するじゃないですか。いや、乗っかりたくないんだ。あれがなんかちょっと気持ち悪いなと思って。そういうのでもよくやってきてたじゃん。いやいや、やったことあるんですけど。え、あれはあのポッキーの CM のあれも流行ったじゃん、あのてっ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 てみたいな。え、全然思んないやと思って。あれも嫌なんだ。あれも嫌だったっすね。あと、何でしたっけ、あの、ミン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 、あ、それめっちゃあったね。セクシービーチみたいな。それも大っ嫌い。全否定だね。まあでも、面白いなとは思ったんすけどね。そうなんだ、じゃあその乗っかりたくないシリーズを全部やってみよう。何、ミン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 は、あれは結構面白かったっすけど、ね、あと、ポッキー、ポッキーと恋ダンス。恋ダンス今年の流行るよ。え、それちょっとじゃあ宿題にしよう。さつきの3つですか。恋ダンス覚えますか、うん、ランニングマンも入れとく。ランニングマンはもういいでしょう。あ、ちょうどランニングマンも入れとこう。なんかあのあれも流行ってましたよね、なんかクッキーみたいな。それわかんねえわ。なんかスノーのやつね。みたいな。違う。あれ？なんか変なダンス。女の子2人で踊るみたいな。PPAP は。あ、もう最近の。PPAP はもう絶対やったらダメっすよね。アップオペン。アップオペン。アップオペンのやつか。あれ、アベマ TV の CM とかもいろんな CM やってるっすからね。あの従業員に久々さんいるじゃないですか。久々さん、まあ最後終わりのキッチン掃除、まあ一緒にしてたんですけど、ちょうどあの。パインジュースとリンゴジュースが下げられてたんで、それとペン渡したらやってくれました。めっちゃ可愛くて。それを動画撮ったんですけど。あれでも、なんかいろんな人やってるやん。清水翔太の。清水翔太のやつ、あれすごかったですね。めっちゃかっこよかった。1位でしたね。I have a pen, I have a apple, みたいなやつっすよ。かっこよかった。あれかっこいいんすよね。パリポリダンスって何なの？がニコ生で熱い。何なんですか？マツケンサンバ古いな。多分世代一緒の方やな、俺。うん、サンバス。動画確かに最近上げてないな。ツイキャス、ツイキャスって今結構まだ未だにやってるのかな、みんな。ちょっとなんか層がなんか。見る人はもうほんとツイッターほんと熱心にやってる人っぽいっすよね。インスタとかの人はあんま見てないみたいですけど、なんかインスタの今度新機能でライブ配信ができるようになるみたいですよ。へぇ、ツイキャスっぽくコメントができるかどうかわかんないですけど、インスタのインスタもう近いうちにそういうリリースされますみたいな書いてあったんすね。アキさんって似てるって言われない？ミゾ似てない。うん、全然似てないです。全然似てない。全略プロフめっちゃ懐かしいな。なんなんそれ。絶対嘘でしょ。もうただもうちょっと悪乗りしてきてるよ。あの僕が中高生の頃に流行った、うん、なんかプロフィールをなんか作れるページがあって、うん、それをなんか友達同士作って見合うみたいな。で下の方行くとリアル載ってるとかね。うん、リアルっていうのは。まだツイッターない時代のツイッターみたいな、短文で書き込める日記みたいのがあったんですよ。アビマフレッシュの方からは、はい、なんだろう、さつきは22歳？23歳です。23歳。初回って5000円で本当に全ていける？全ていけるってこと。聞き方はめっちゃおもろいっすね。いやでも全ての人はつけ、全ていけるはどういう意味なのかすごい気になりますけどね。うん、まあ初回は5000円になります。はい、でも怖いだろうね、イメージ的にさ、はい、どんどんなんか高くなっちゃうんじゃない、勝手にね。うん、はい、なんかイメージはあるだろうね。延長料金とか追加料金も一切ないんで。うん、5000円で2時間。
さっちゃんの曲作る宿題はもうやってないだろうね。曲作る宿題はもうちょっと中止してますね。うん、活動してないんだ。やっぱギターがもう本当に弾けなくなってたっていうのは衝撃的すぎて。あれじゃないの、夜中眠くなるとかじゃないの。だって作るとしたら仕事終わりなわけでしょ、はいはいはい、だから夜中眠くなっちゃって、はい、作曲活動できないみたいな作った時は休みの日に実家にしかギターがないんで。ああそうなんだ、はい、一応昼間に作ってます。てっきり夜中、ね、はい、眠くならないようにだから変ななんかしてんのかと思って夜中眠くなっちゃうは思うんですね鍛錬飲みたいわ。ゆうきさんすかねで指名できるの。あ、初回でも全然できますよ。はい、うん、まあ、初回で銀さんも指名できますよ、うん、みんなできます。初回指名って嬉しい。めっちゃ嬉しいな。初回指名嬉しくない人いるのか逆にちょっとあれじゃないですか、え、俺でいいのかなみたいな、ちょっとビビりみたいな、うん、それはあるよね。ちょ嬉しいですよね。何かでまあ知って来てくださった方なんだろうなとは思うけどね、うん、初回でカロリーは、飲めないです。指名されてるんであれば飲めますけど追加料金になってしまう。うん、飲める飲み物が今日月ハーフボトル3本もしくはブランデー1本、割り物が飲み放題です。銀さんって出勤してるの僕皆勤賞ですよ、はい、常にこの3人はもう絶対に遅刻しないですからね。皆勤賞毎月だね、はい。さつきの話し方、なつきさんに似てる。誰だろう、なつきさんって。どこのホストの方ですか。多分そうでしょう。金さん、実在問題、もうすごいな。すごいよね。財布に5000円でいいってこと、初回は財布に5000円あったら。はい。まあ、帰りは大丈夫なんですか、逆に。タクシーだとか。東方とかだったら、うん、大丈夫。実在してなさそう問題すごいなミネラルウォーター飲みたいの。ミネラルウォーターはいいですよね、うん、ミネラルウォーター僕大好きです。軟水と硬水わかる違い。あ、僕わかりますね。わかりますわかります、うん、水ほんと結構昔ハマった時いろんなブランド買ってますよ、ガラスに入ったやつとかあって、うん、それあの加納姉妹とか飲んでるやつなんですけど、うん、ボスってやつがあってそれすごい美味しかったんですよね。おしゃれで。陽泉さんとこに行った夏希さんだよ。だって夏希さん写真見たら、ね、分かんないな。ちょっと支払いはパスモのみです。黒霧島はありますよね。あります。うん、黒霧キッチョム。はい。佐藤とか。佐藤。うん、久保田。久保田。まあ、大体何でも。タンタカもありますね。タンタカタン。タンタカタンやばいね。タンタカタンって僕全然飲んでないですね。俺タンタカタン。はい、なんか合わないわ。飲めない。合わないですか、うん、僕好きですね。もうてんてけてんなるよ。てんてけてんなるんですか。ちんちくりんよ、ほんとに。あの、梅干し入れるとなんか…いや、もうそう。だから、はい、飲みやすすぎて、多分。ああ、急にカクッとくるっすよね。急に来る。あれ、急に来る。ああ、あれ分かりますね、うん。ヤクルトは大好き。ピルクル俺好きだからね。ピルクル、ピルクルのイメージはあるね。仕事前いつもまだ身長伸ばしたいんですか伸びねえよ
中の調子をね。お店にコーンポタージュあります。コーンポタージュも作ってくれるのかもしれないですね。 あったら俺も頼みたいな、はい、コーンポタでもできるよね、うん、今日月のアセロラ、あれも僕結構あれこそ怖いですね。タンタカタンもアセロラ結構合うよ。アセロラ割りですか、うん、タンタカタンアセロラ割り。ジュースもあります。何でもありますよ、基本的に。何でもある。銀さん、初回指名しても5000円ではありません。うん、ショータイムは何時からやってんだっけ、今。ショータイム、今やってないですよ。でも、あいつの前のお店ですね。10時半とかだったっけ?1日2回やるときもあったじゃないですか。うん、あったっけ、ショートショータイムと、はい、本ちゃんのショータイムみたいな。2回、え、2回やってたよ、覚えてね。パラツですか、新さん。パラツ新一パラツ1回も出たことない。え、本当っすか、うん、パラツ俺じゃないよ、ヒロキだ。新さん風っすか、風 TM、 風 TM。 クリさんも最初 TM 新一って書いてあった時。さあ、というわけで最後の CM いきますか。 CM 明けラストソング考えてきてますか。ラストソングは、ラストソングは考えてきます。声がな、今日。ああ、考えてます大丈夫ですか。さあ、というわけで、CM どうぞ。もいいね、はい、月見バーガー食べたいね。月見バーガー銀座つけてる、うん、シュージョータ、白い恋人たちも、あーいいね、結構冬っぽくないですか、うん、先週が粉雪、あ、粉雪、はい、冬ソングってやっぱいいのめっちゃあるからね、はい、名曲、うん、普通に白い恋人たちにしますか。清水翔太のなんか癖強そうなんで。癖は強そうだね、うん、普通の白い恋人たちもなかなかの多分高さだと思うよ。今宵なクリスマスイブね、ちょっと早いかな、うん、どうでしょうか、さつきさん。白い恋人たちありますね。新地歌えるの、白い恋人たちは。僕何でも歌えますよ。新地が歌えるんだったらいいんじゃない。何でも。じゃあ、元気というか本物でいきます。桑田さん、はい、これ新ちゃんまた
割とクオリティの高いモノマネして終わりになっちゃうやつ。いや、ふざけないですよ、僕は。やっぱ、あの、北海道出身ですから、しんさんは、うん、確かに白い恋人いきます。歌い出しどんな？夜に向かって雪が降り積もると。あれないの、ガイドみたいな。あれにいればよかったの。ガイドボーカルですか？あの、テロップ。あ、テロップですか。サタンじゃなくて桑田佳祐だったんですね。これ清水翔太バージョンじゃないよ。あ、清水翔太バージョンじゃないです。あ、そこっち。あ、翔太が良かったですか。で、雪が降り積もるとそっと胸にこみ上げる涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた。外はため息さえ凍りついて誰の街路樹に風が吹く。あの赤レンガの停車まで帰らない誰かを待ってる。こんなあったんですか。恋しい
がとうございました。ありがとうございました。何年前の歌なんだろうね。2001年ってことは15年、15年だから15年すごいっすね。すごいね。小学校5年生ですね。えらい前のやつ。2000年代あの前半って結構数年前の感覚あるじゃないですか。でも2008年とかでも結構もう前ですよね。2000年前後の歌ってすごい僕らの今にとって名曲ばっかりじゃないですか。オレンジレンジとかちょうど確かにそう、はい、うん、カラオケのメドレーやってもその時代一番楽しいですもんね。うん、ラルクとかもその時期がすごい、うん、みんなそうだよ世代だ。もう一丁何に対してのもう一丁なんですかね。軽いノリやな。もう一丁言っとこうな。もう一丁、あ、なるほどね。あいよ。あれあいよってなんか流行んなかったでしたっけ。流行った。ああ流行ったっすね。サツキ投げキスしてあいよ。一番やらかした時に選手何があったんですかね。めっちゃ気になりますけど。ヤンキーだったのか。高校生ぐらいですかね。あそこ扉あったんだ。ついたんだ。はい。そいや。2001年、小学校5年生か。うん、新さん、締めますか。あっという間でしたけども、はい、うん、今週も1時間終わってしまいますよ。はい、来週はもう12月で、はい、まあ、それ前にね、インスタを絶対更新したいと思います。なんで見てください。来週は恋ダンス、うん、あ、恋ダンスもね、さつきの宿題周りラストもね、ちゃんとね、練習してこようか。あと4回だからね。はい、そうですね。4回だから4曲ちょっと、はい、ラストと4曲、あと4曲分の動画と、動画ポッキー踊んのか。そう、俺も楽しみにしてるわ。てなわけで、はい、また来週お付き合いお願いします。今日も1時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、あったかくして寝ろよ。ああ、ぶっている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ。笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ仮面をやめ、キャラクターに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を